マシンワクチンとは、マシンの予防に効果的なワクチンである。空気感染し、抗ウイルス薬のないマシンに対する唯一で実効的な予防法である。マシンワクチンの初回投与を生後9ヶ月の子供にした場合は85%の効果が見られ、生後12ヶ月の子供にした場合は95%の効果が見られる。 初回の投与で免疫が得られなかった場合、二度目の投与でほぼ全ての人に免疫がつく。このワクチンの投与率が人口の93%以上だと、一般的にマシンは発生しないが、予防接種人口が減少すると再発生する。マシンワクチンは何年も有効性が持続し、時間経過による効果減少については不明確である。 マシンウイルスと接触した後からでも、数日以内にワクチンを投与すれば、予防効果は見られる。マシンワクチンは、一般的に安全であり HIV 感染症の人にも投与できる。ただし、ステロイド製剤や免疫抑制剤の投与を受けている者には近忌である。重大な副作用としては、アナフィラキシー、血小板減少性脂反病、急性散剤性の脊髄炎、 脳炎、脳症、熱性痙攣がある。脳炎、脳症にはワクチン接種との因果関係が必ずしも明らかではない例も含まれる。ワクチン副作用によるアキュー性硬化性全脳炎はない。アナフィラキシー以外の症状はマシンに感染した場合にワクチン接種の場合より高確率で発症する症状であるためリスクを比較するとワクチンを接種した方が有利とされる。 軽い副作用としては、発熱などの風邪様症状や、軽度の発疹などがある。ギランバレー症候群、自閉症、炎症性腸疾患になる確率の上昇は見られない。マシンワクチンは、他のワクチンと組み合わさったものがある。混合ワクチンは、風疹ワクチンと合わせた、マシン、風神混合ワクチン、マシン、風神、オタフク風邪ワクチンを合わせた新三種混合ワクチンが、 ある。MMR ワクチンは1971年から使われており、世界で普及していて、マシンの単価ワクチンは大きく減少している。日本では MMR ワクチンは1988年から1993年まで実施されていたが、2019年現在未承認である。2016年現在、日本では MR ワクチンの定期接種を行っている。 さらに2005年には水暴走の予防に用いる水筒ワクチンと新三種混合ワクチンを合わせた MMRV ワクチンがアメリカ合衆国で作られた。日本では2020年現在未承認である。マシンワクチンは単独型混合型ともに同様の効果がある。世界保健機構は生後6ヶ月から接種可能とし、マシンの発症する地域では 生後9ヶ月の子供への接種を推奨している。マシンが頻繁に発症しない地域では、成人同様の抗体獲得率が期待できる生後12から15ヶ月の子供への予防接種が適切とされている。日本では1歳から接種されている。マシンワクチンは生ワクチンであり、マシンウイルスを弱めたものから作られる。ワクチンを溶液として保管すると不活化する。 可能性があるため、凍結乾燥したワクチン粉末をワクチン製造者がセットで提供する特定の液体と接種直前に混ぜ合わせ、皮下注射または筋肉注射で投与する。ワクチンの効果は抗体検査によって確認できる。2013年までに約85%の世界の子どもたちがワクチンの投与を受けている。 2008年には少なくとも192カ国に2回の投与が提供された。マシンワクチンが最初に導入されたのは1963年である。マシンワクチンは風必須医薬品モデルリストに記載されており、基礎的な医療制度で重要視されている医薬品である。2014年の発展途上国でのマシンワクチンの価格は1投与につき約0.7ベイドルである。 ありがとうございます。